当に心残りであるんですけれども、私、学生先生から、伝言を授かってまいりましたので、披露させていただきます。これは学生先生が宿舎となっている時にビビりの音なので、今日学生先生が授かってきたこと、みんな筋肉だけでやるじゃないか。筋肉だけじゃ早く終わらない。剣使ってるか剣。剣。今のトップレベルの選手たちはみんな剣をうまいこと使って筋肉と連動させてるんや。健康骨。これもその一つや。健康骨の可動域が広い選手。おのずと。多くの水を掴んでる。みんな掴めてるか。自分に問いかけたくない。それを今日私は言ってこいって言われたんです。それに関しての回答はないんですけど、それに関しての回答はないんですけど、まだ滝先生に会われたらお聞きしてません。私は今のことよく分かりませんでしたので、とりあえず今披露しただけです。動画で撮って、動画で。皆さん、改めましてですね、11月20日に水野株式会社から GX ソニック4というトップ水着の宮下リリース、ネットとかで出てましたけど、改めましてね、あれ1月10日に発売します。で、ゴーグルも同時になんですが、GX ソニック IJ というトップゴーグルが同時に発売します。あれ、池さんヒットにね、いろんな選手もモニターさせていただいて作ったゴーグルなんですが、それとともに12月の中旬から来月の中旬からですね、試衛会をまた始めさせていただくんですよ。皆さん、水野の水着、トップ水着改めて試衛したいなって思う方、結構もかけてください。先生、撮って動画を今、この一瞬。素晴らしいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。今、学生さん怒りますから。で、これをね、私は川島先生、浅野先生なんですが、お願いさせていただいてですね、私は出しさせていただいて、よし、水野の GX ソニック4試衛会 OK いただいたら、私、汗さんしますので、その時、皆さん、全員が着用してください。私、言うときますけど、いつもね、私、アシックス派ですね、アリーナ派ですね、と言ってるんですけど、そんなんいらんから、私が来たら、みんな、とりあえず試してください。絶対、変なの進めませんし、自信を持ってお勧めできる、来年2019年、世界水泳ですね、世界水泳モデル、C というのは2020年、東京五輪。ここのモデルに向かって今開発進めてます。素晴らしい水着が出来上がってますから、ぜひとも全員に体感していただきたいとそう思っていますので、よろしくお願いします。年明けになりますけど、お願いします。で、あとはもう皆さんに、今年もですね、ベストな素晴らしいレース、ナイスレースから悔しいレースだったと思うんですけれども、毎レース、ベストが出せるような状況で皆さんレースに挑んでください。悔いを残らない学生生活を終えて社会に羽ばたいていただきたいと常々思っております。できることは何でもバックアップさせていきますので、何でも言ってください。皆さん、今後ともどうぞ一つよろしくお願いいたします。ありがとうございました。